エストラジオールとはエストロゲンの一種。性質等はエストロゲンに詳しい。エストロンとの間逆反応により、またはテストステロンから不可逆に生成する。上に示しているのはテストステロンからエストラジオールへの変換図である。下流細胞、胸膜細胞、胎盤、副腎皮質、清掃間質細胞などが産生する。エストロゲンの中で最も強い生理活性を持ち。 その活性は、エストロンの2倍、エストリオールの10倍である。酸化ストレスによる細胞死を防ぎ、神経保護作用を有することが、インビボで分かった。g タンパク質強薬型受容体30を介した、N- メチル D アスパラギン酸爆露による興奮毒性から、バイオ皮質神経細胞を保護した。グルタミン酸 20mm の毒性に対し、17。 ベータエストラジオールの ED50 は 1.978M であった。近年、人間の尿中に含まれているエストラジオールを、はじめ天然、人工女性ホルモンの環境に与える影響が問題となってきている。都市部の下水道中より17ベータエストラジオールなどが観測されている。特に、英国では、私有動体化した道地が1980年代前半から、 下水処理場の放流先となる河川で見つかり出しており、この問題が深刻となってきている。ありがとうございます。